とことんやみ込む、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はこれ、森の矢筒使っていこうと思います。この冬の指先で雷の矢筒、そして花火使うとすごく強いのよね。で、森の矢筒でもいけるんじゃないかなと思います。どうだろう、多分いけると思うよ。なのでちょっと使ってみましょう。冬の指先に輝くローブのクールダウン3ですね。では行ってみましょう。それでは行きましょう。パンダの光源ですね。プレイヤー HP が 30% 減少して、レッドストーンキューブに変わると。レッドストーンキューブがね、結構めんどくさいんですよね。あ、で、やっぱり使える。問題なし。結構強いと思う。いけ。あ、で、そうか。5発、発動するタイプだから、そうだそうだ。防具これじゃなくていいんだ。これは花火用のやつだからね。そうそうそう、そうだ。防具はこれじゃなくていいんで、ウィザーとか着ていっていいんだ。ウィザーでいきます。あ、これは何もないですね。はい。ちょっと先に行きましょう。で、今の何だったの？あ、モブ速度が 20% 増加か。あ、はいはい。全然なんてことないやつ行きましたね。オッケーオッケーオッケー。いけると思う。これはあれだね。火力はね、雷のやつと、そう変わりはなさそう。でも花火よりは、まあまあ火力はないね。まあ、火力は全然大丈夫そうですね。で、海の中とかでも使えるからいいよね。で、これ、どうだったっけ？森のやつって長弾したような気がするんだけど。どうだろう？森のやつ使うのであれば、別の装備がいいのかな？あ、もう再生ついてる。うっとうしい。しゃ、ゴリゴリ回復してるね。下手な装備だったら倒せないな。で、これ、あれだな。雷の矢筒よりも、火力があるので、敵が HP 高いやつでも、倒しやすいかな。まあまあまあ、簡単に倒せるわけじゃないんだけども、矢筒の中では、ボスにもまあまあ、対応しやすいタイプだとは思うね。で、あと、そうだな。あと、そこが気になる。長弾したかどうか。なんかこれだけ長弾したような気もするんだよね。どうだったかな。あ、キャプテンいる。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。あい、あい、あい、落ちた。ちょっと待てよ。あ、もう、ここ戦いにくい。むちゃくちゃ戦いにくいよ、これ。ほんと。あー、もう。なんだここ。よっしゃ。あ、これ、とりあえず取りたい。オッケー。取らせて。ナイトモード、もう、やめてくれ。よし、ちょっと待て。オッケー。ちょっと待て。よし。で、なんだ。あ、プレイヤーダメージ 40% 減少。オッケー。いいよ。とにかく進みましょう。うわ、ナイトモードだから休憩できないな。とにかく急いでやっていきます。40% 減少しても全然倒してはいける。お、キャプテンいた！やばいやばいやば。ジオマンサーむちゃくちゃいるじゃん。ジオマンサーは鬱陶しいから先に倒しておきましょう。ちょっと待って。ダメージ減少してるんでちょっとキャプテン倒しにくいぞ。まあ、ダイナモ貯めて、ダイナモを貯めて、からのこれでいこうか。よっしゃ。で、脅威が、あ、ここで1か。OK。あと2体ですね。探そう。洞窟の中は、もういなかったですね。残り2体いるかな。どうだろう。
地を探しながら、おい、ここから行きます。なるほどね、やっぱバーストボーストリングだけだったら、うん、行けるとき行けないときがあるから、うーん、あれだね、クールダウン3もしくはアーティファクトチャージ、ロールチャージが欲しいところですね。どこだ、下かっていうか、なんだ、やたら硬いの。もともと HP が高いだけか。おいおい、ちょっとえぐいって、ちょいちょい、もともとここさ HP が減ってるわけなんで、きついんですよね。うっそ、ダイナモ20のダメージそんだけ。まあまあ、次のダイナモの攻撃で倒せるとは思う。よっしゃー、はい、脅威に、はい、進みます。ちょっとえぐいえぐいえぐい、配電とかめちゃくちゃついてるじゃん。よし、まあ、とにかくあれだな、これスライムがぶっ通しいな、ここは。え、終わり？あ、クリアですね。脅威はあと1体いませんでしたね。まあ、とりあえず、クリアしましょう。楽勝かな。報酬は何でしょうか？アーティファクトなんだよね。いや、いらないかな。253か。もうちょっといいやつがあった気がするんだけども、汚染された種は255がある。ああ、じゃあいりません。はい。ということで、今日は森の矢筒を、使ってみましたけども、そうね。雷の方が良かったかな。火力はね、あるのよ。火力はある。で、海の中でも使えるっていうので、いいとは思うんだけども、そうね。やっぱり、敵をめちゃくちゃ巻き込むっていうのが、雷のいいとこだと思うんで、ちょっとそっちの方がいいかな。で、一個気になるのは、やっぱりね、長弾が、効くかどうかだよな。ちょっと今度試してみます。なんか、森の矢筒は長弾したような気もするんだよね。はい。まあ、とりあえず、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。